前回のカズグラ、どうやら占領の人さんがなんか増えている。もしかしてこれオラが商店街を作らないといけないんじゃないのか。というわけで商店街作り、村人をある程度密に配置し、そしてカラーのついた旗まで仕上げてしまう。やっぱりなんだかんだカズグラセンスよくね。はい、どうもこんばんは。センス爆発カズクラでございます。センスだけで生きております。ありがとうございます皆さん。ほんで今ね、みんなの大好きな裏クラ、もうこれねついつい言っちゃう。みんながね、あれいつの間にか変わってるみたいなね、それで気づけばね一番かっこいいんだけども、言っちゃうんよいいことしたら言っちゃうんよ。いやもう言っていいと思う本当に。寄付もしかりだよね今の時代ね。寄付なんでわざわざ言うんだよみたいなね、黙ってればいいじゃん。言ってもいいじゃないのこんなもんねまあでも言わない寄付も結構ある、なんだかんだあったりするけどね。今ね裏クラで見てみて、1,2,3,4,5,6 スタック分ねデトックスしてた。するとね結構変わってきたのよこれ実は。ほら人参屋の心を取り戻しつつあるんよこれ。だからほんとこっち側ね増えてくれないんだよな。あでも全体的に心取り戻してるね。人参屋の心お二方取り戻そうとしてるし、ほんでこっここまだあったけど、でもここじゃがいも屋さんの心を取り戻そうとしてる。うわー来た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 、よかったよよかったよ本当に取り戻してるわ。まあでもまだ体内のどっかにあるんだろ。タバコやめれませんとかそれに似てるんでしょ。1年ずっとやめてたのにある時ちょっと吸ってしまった。これで言うとある時ちょっと植えてしまったらまたやめられなくなったみたいな、そういうのはあるかもしれませんので、定期的にねチェック進行ようかな。あったあった、こういう声をこういうことね。まだどっかにね、あの流行り物の心が残ってるよ。流行り物の麦の心がね残ってるから、そこら辺ちょっとねチェックしていこうかなと思います。ほんでいつもね皆さん、コメントありがとうございます。もっとくださいコメント。だ先日ですね、ハートくれねえだろうなポチみたいな紹介したらこんなのが多数これやめいやめい。まあでもありがとうね、アハハシノさん、タイフギさんからありがとうございますね。ほんなね、俺、いいコメントに、ハートポンってやるから、いいコメントにね。ただね、なんか、ハート自慢みたいな、なんか、学校が始まったところもあるみたいなんだけど、アランシューさんね、これ、自慢できるんけ、これ。自慢できるんけ。まあ、でも、ちょっとね、これ、ちょっと作業したいな、みたいなさ、そういうコメントにはハートつけるし、まあ、そこら辺なんですよね、基準的に。1個目、2個目には、ハート別につけることはないので、無意味なあれじゃなくて、あ、ためになったな、みたいなね、なんかあったら、ハートつけますので、皆さん、よろしくお願いします。別に1個目、2個目はね、していい。それはね、全然して OK だけども、また、内容のあるやつもね、また、よろしくお願いします。で今日ですねちょっと不可解なコメントがございましたので、ちょっとそちらねやっていこうかなと思います。すや、よく寝た。さあ今回やったのがですね、伝説の巨匠さん、カズさん地下のスイカ畑に吹き溜まってたと、ドツポンさんたちが、ちょっと待ってください。いや、最近の、このね、村の状況わかります？めちゃめちゃ良くなりました。めちゃめちゃ。待ってね。今日もね、幸せいっぱいの村人、ね、みんなが幸せになれる。片道切符の。ただ、コメントで知ったんだけど、千と千尋もそんな感じのこと言ってたの？片道切符。幸せになれるみたいな。一緒じゃんみたいなね、指摘がいっぱいあったんですけども、ちょっとやってみますか。待ってな、これマジ注意せんとな。はい、どう？いくよ。あれ？止めた。おい鳥、おい鳥よ。止めてんじゃないよ。こっち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 。俺。お前は落下ダメージ受けんの知ってるんやん。あれ乗ってないぞ村人。なんでだ。あ、乗った。ついていくわ。まあ、こんな感じで、片道切符なんですけど、幸せの島にみんながみんな行けるようになっております。ここら辺密だなぁ。ここら辺来るとさすがになんか重たい感じがあるなぁ。あれ、前の前、なんか占領の方じゃない？もしかして私が昔、鍛え上げた人かな？すげえいい人が出たんだよね。まあ、ちょっとあっちでね、拝見しましょう。いいよ。あ、やっぱ1個減った。
待って、お主だよな。あれこの人だったっけ。あ、でも黄緑の染料だからだいぶ使えるよねこれ。あと村人これ減ってる。怖い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 、いろいろ怖い村人。まあそれはそうと、まあこんな感じで村人さんエンジョイしてます。この辺ちょっと脇潰し甘いかもしん、めちゃめちゃ襲撃来るかもしれん、ゾンビの。まあ普段離れてるから大丈夫なはずだとは思うんだけども、怖い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 。ちょっと待って、それよりもスイカ畑だ、スイカ畑今回は。あ、っていうか全然壊れてねえな。あれ、いや、ドズポンさん外しまくってるし、スイカ畑の吹き溜まり、ちょっと待ってね。ちょっと待って、この前見たときね、そういえば、ちょっと待って、ありがとう、ありがとう、いつも。前ね、剥がれたんかな、なんかで外しちゃったんかな。前、あ、変えたよね。ほんでいいね。やってねえなーと思ったら、なんかで外れたんかもしれんな。え、だから、自分らやる資格ないんかも、みたいな。ね、ほんとね、ここ気遣いチームなんよ。全体的に気遣いチームなんよ。そんないいのにねー。あ、それよりも、吹き溜まりだ、吹き溜まり。吹き溜まりってね、一体何なんだろうっていう。ここはね、私の秘密のスイカ畑。うわ、みっちみち。ちょ、刈り取っていくわ。あ、気持ちいい。気持ち、え、はあ、めっちゃ村人の声すんだけど。ちょっと待て待て、うわぁ、いろんなところで村人の声聞こえるんだけど、ここもね今聞こえたんよ。大丈夫かな、これ上、ただの上の村人かな。ただね、あっちから確かにね、村人の声が爆音は聞こえた。大丈夫大丈夫これダメでしょこれ拉致された、ドツボンさんの仕返しみたいな。違うよねこれ、自然の吹き溜まりがこれはダメだよ、ちょっと。うわ、はっ、何人いんのこれ。待て待て待て、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23。嘘でしょこれ、23人これダメだって、ダメだって、荒らすなってお前ら、帰れって。どっかここにいたら多分絶対畑荒らす、またこの上乗ってなんかするんやろお前ら、ダメだってうわまずいまずい、この村人らどこにも反応しないから、もう夜なのに別にも戻ろうとせん。まずいまずい、畑の対策せんと。やべえ、ニュー村人出てきた。ここすっかすかなのにな。すや、カズクラ、ああ、よく寝た。あ、ちょっと待って、マウギーさんの天空的な場所、ちょっとお願いしに行ってこよう。いや、ほんとマウギーはね、安定感しかない。うわ、うわ、なんかできてる。ぜひ、マウギーさんのチャンネル見て。なんか新たなものがね、できようとしてるんか、できたんかしら。なんかすごいのがある。やっぱ自然は自然で残す主義なんだな、マウギーさんは。自然は自然で残しておいて、さらにね、もう天空的な都市を作るという。さすがだなぁ。んなら、こちらこちら。お、すごい。丁寧に丁寧に。ショータイム。いたずら書きがある。はい、これ。村人幸せ村。村人王ができました。簡素な宿泊施設できないですか？簡素な宿泊施設、発音が難しい。ほんでいいんじゃないの？いや、マウニーさんね、まず張り切りすぎちゃうんすよ。もう申し訳ないぐらいのもの作っちゃうから、下の施設とか、もうマジで申し訳ないので、まあ、こんで OK だな。オッケー、今度オッケーでしょう。さあ、どんなものができるのかね、楽しみでございますね。こっから一気に降りたいんだけど、いけっかな、いけっかな。うー、ジャンプ。うー、いけた。さあ、というわけで、ちょっと畑対策していこう。20何人よ、あれ。完全に乗っ取られちゃってるからね、あれ。何でいこうかな。張りましたよ、みたいな感じだと、これになってくるんだけど、圧倒的に量が足りん気がする。やかねばランラ、うーん。そろそろあれ動かしてもいいかな、竹装置。ほら、昆布も止まっちゃってるもん、これ。あ、鉄もまだ焼かれずにまだ残ってるんだわ、これ。再起動だな。もうね、重さがね、だいぶなくなったんで、動かしても問題ないと。村人の方がね、重たいんだよ、こんな機械動かすより、よっぽど。ちょっとね、動かしてみましょう、これ。おい、ここまでは行った。で、次ここね。これどうやったら動くんだろう、これ。あー、分かった、あれだ。行くよ。えい、どう、混んで。あ、来てる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 。竹動き始めた、動き始めた、動き始めた。オッケー、動き始めました。また、再起動です。
あれなんかいっぱい就職者が出てる。畑が多分荒らされてる。あ、でもみんな出てってるかもしんない。出てってる。あ、でもいることはいるよな。やっぱこれ荒らさないように、このスイカの上に立てないようにしないとダメなんよ。ってことはね、こういうことになるんだよな。よーし、ならね、気持ちいい。あのブロック置き行ってみましょう。ふぅ、まだ終わんね。あ、でももうやっぱ半分ぐらい帰ってくれた。半分ぐらい久々にこのホテルとかも埋まってきてるんじゃないのこれ。全然寝てない。アイスや。よく寝た。あ、よし。さて、どうかな、どうかな。いいね、動いてるね。いいね、いいね。できてるよ、できてるよ。これで多分足りる。そして、待て。ちゃんと厳しい目でね、見ないと。あ、すげえ、完全に取り戻した。人参の心、そしてジャガイモの心を完全に取り戻した。よし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 。あとはここが荒らされないための敷き作業だ、敷き作業。OK です。はい、ちょっと待って。ダメ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 。ちょっと待ってね、最後にちょチェックね。畑荒らされてないかチェックチェックチェック。あー、ここね。まず大丈夫かな。うん、大丈夫そうでございますね。オッケーオッケーオッケー。あー、すっきりした。これだったのか。なんかモヤモヤしてたのはずっと地下でね、拉致されてたみたいなございますね。やだやだ、拉致はダメ。そういえば昔ね、前言ったけど、近所でもね、そうだ、誘拐まがいのかと昔うちの近所で起きたことあったのよ。だから今ね、あのみんな自宅にいること多いと思うけども、あったかくなってくると変な人増えてくるから、ほんと気をつけてくださいよ。外出るときはできるだけ友達と一緒にいろってのもまたおかしなね。なんか今の時代ダメなのかな、あるかもしんないんだけど、なんか一人であんまり出歩かないようね、ほんと注意してください。というわけで本日はこんなとこでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。